フランス電力会社は、フランス最大の電力会社である。第二次大戦後の1946年4月8日に、当時のフランスの産業大臣マルセル・ポールの下で、成立した電気・ガス事業国有化法によって、複数の発電、送電、配電会社が合同し、国有会社、フランス電力公社が設立された。2004年11月19日までは完全な国有会社だったが、それ以後は株式を公開して民間会社となっている。ただし、2020年現在でもフランス政府が株式の 80% 以上を所有し続けている。2005年11月19日までは、フランス政府が 100% の株式を保有していたが、翌日の11月20日にそのうちの 15% 前後を売却し、同日にユーロネクストパリへ上場した。EDF は世界最大級の電力会社であり、2003年には欧州連合内の電気の 22% を生産している。EDF は燃料資源の乏しいフランスにおいて、1973年のオイルショックを契機に原子力開発を推し進め、独占的に原子力発電所の建設、運転を行っている。2004年現在で、フランス国内の20カ所以上で58基の原子炉を運転している。その他1967年に、世界初の超力発電所である、ランス超積発電所を運転している。EDF は、フランス国内の発電事業は独占していなかったが、1999年の電力市場開放までは配電事業を独占していた。欧州連合の電力自由化政策に合わせてフランスの電力市場が段階的に開放されたため EDF は独占を失い、フランス国内に各国の電力、エネルギー企業が参入したが、EDF は電力自由化の進む他国の電力会社の株式を積極的に買収し、ヨーロッパ各国をはじめ中国、ベトナム、アメリカ合衆国、南米、アフリカなど全世界の電力会社を傘下に置く多国籍企業となっている。本社所在地はパリパックバグラム通り22から30番地。フランス電力公社の運転するロレーヌのカットノン原子力発電所フランス国内での EDF のライバルとなる会社は国外の発電、配電会社の他にスネット CNR シェムといった火力、水力発電主体の発電会社があるが、いずれも EDF に比べてシェアは小さい。うちスネットはスペインの電力会社エンデサが大株主となり、CNR とシェムはスエズのベルギーの子会社エレクトラベルと協力関係にある。東京に日本駐在事務所を開設している。駐在員は日本の原子力産業関係者や日本、政府関係者を交えた会合に定期的に参加している。ありがとうございます。